はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、弁済場所、民法484条の1項と574条、これについて解説いたします。まあ、簡単に言うと、どこで弁済をするんですかという話です。まあ、抽象的すぎて分かりにくいので、まあ、これから具体例を入れながら解説していきます。で、まずもう特約があったらもう特約に従うんですね。つまり弁済場所をここにしましょうっていうふうにお互いが決めたと、合意で決めたというのであれば、まあ、そこがもう弁済場所になるんだよって話です。なので今からお伝えする話っていうのは、弁済場所を特約で決めてない、お互い合意していない、そういった場合どこが弁済場所になるのかと、まあ、いう話になります。で、まず一つ目ですね、特定物の引き渡し場所っていうのは、債権発生時にそのものが存在していた場所が特定物の引き渡し場所になります。まあ、これだけ見ると分かりづらいので具体例を出します。例えば A さんが所有する時計を AB 間で売買契約をしました。 A さんが売り主、 B さんが買い主です。で、この場合債権が発生した時っていつなのかというと、まず債権っていうのは B さんが持っている引き渡し債権ですね。時計の売買契約をしているわけだから、時計について引き渡し債権を B さん持ちます。つまり B さんは A さんに対して時計引き渡してくださいよって請求できますよね。まあ、これが B さんが持つ引き渡し債権になります。で、これが発生した時っていつかって言ったら契約した時ですよね。まあ、今回は細かい停止条件とか、まあ、そういったものはつけていないと、まあ、考えてください。まあ、そういった場合契約した時が債権発生時になりますと。で、この契約した時にそのものが存在した場所ってどこか、そのものって時計ですよね。時計が存在しているのは A さんの自宅だったと、契約した時に A さんの自宅にあったというのであれば、 A さんの自宅で引き渡すっていう話になるんですね。これが特定物を引き渡す場合の話です。今回特定物っていうのは A さんが所有しているその時計です。特定されてますよね。これを引き渡す場所っていうのは A さんの自宅ですよっていう話になります。で、2つ目、上記以外の場合の弁済場所はどこになるんですかというと、債権者の現在の住所です。上記以外の弁済ってどういったものがあるか、例えば売買契約をした代金の支払いとか、また借金の返済、まあ、これ弁済ですよね。特定物の引き渡し以外の弁済ですよね。こういった場合どこで弁済するかというと、債権者の現在の住所、現在っていうのは弁済する時の住所です。で、債権者っていうのは代金支払い債権であれば売り主ですよね。売り主は買い主に対して代金くださいと請求できる権利を持つ、だから債権者で、借金の返済の場合は債権者はこれ貸主ですね。貸主が債権者になります。この売り主だったり貸主の現在の住所、弁済する時の住所、これが弁済場所になるわけだから、買い主だったり借り主というのは売り主とか貸主の自宅までお金を届けなければいけませんよっていう話です。ただこれ初めにもお伝えをした通り、特約があれば特約に従うって書いてありますよね。なんで通常は売り主とか貸主の住所まで行って持参をしてお金を渡すというよりも、まあ、銀行振込のが多いと思います。で、続いて注意が必要な点で言うと、売買の目的物の引き渡しと同時に代金を支払う場合、つまりこの売買契約において引き渡しと代金の支払い、これを同時に行うよっていった場合もあるんですね。そういった場合はちょっと特別扱いをして、その目的物の引き渡し場所、この事例で言うと時計の引き渡し場所で代金を支払ってくださいねというふうな内容になります。もしこの時計 A さんの自宅で引き渡すというのであれば、その自宅で代金を払いましょう、そういった内容になります。まあ、今回は 1,2,3 個ですね、3個のポイントがあって、4つ目としては特約があったらもう特約が優先するよと、この3つ関係なくもう特約が優先されるんだということですね。まあ、内容的には難しくないので、まあ、覚えるだけですね。
もしこの問題出てきたら絶対解いていただきたいので、ぜひ覚えていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。